こんにちは、ルナです。今日は散歩 Vlog を撮っていこうと思うんですけど、今年できた浅草からスカイツリータウンをつなぐ新しいスポットの隅田リバーウォークと東京水町が開業したらしくって、一日で巡ることができるエリアらしいので、ちょっといろいろと楽しみながらお散歩をしていきたいと思います。それでね、気になるお店とかも紹介していきたいと思うので、最後まで見ていってください。では早速始めていきたいと思います。スタート。はい、隅田リバーウォークに来ました。今からね、隅田リバーウォーク歩いて東京水町に行こうと思います。ちょっとめっちゃ景色綺麗、スカイツリーがめちゃくちゃ近いですね。じゃん、すごくない？久しぶりに来ました。イエーイ。ってことでね、東京水町まで多分すぐなので行きたいと思います。東京水町はめちゃくちゃおしゃれなカフェとかパン屋さんとか調べたらあるみたいなので、ちょっと軽いご飯みたいなのを食べようかなって思っています。東京水町楽しみ、楽しみね。すごい今日はめちゃくちゃ天気がいいんですよ、うん、眩しい。怖いね。透明のガラスになってます。お腹すいた。なんかニューヨークの双方にあるレストランが東京水町にできたらしくって、そこに私は行きたくて行こうと思います。はい、東京水町に到着しました。てかめちゃくちゃ近かった、歩いてすぐでした。ちょっと行ってみたいと思います。どれだっけ、ルナが行きたいの。あ、シェイクツリーダイナー東京気になってるのと、あとこのね、すぐそこにあるこのカフェっていうかランチする場所もうめっちゃ気になる。カフェダイニングだって、めっちゃおしゃれね。美味しそう。ここでなんか路面でクレープ、クレープ、うん、クレープ、クレープも頼めるらしい。ほら目の前スカイツリー、すごい、めっちゃ景色綺麗。すごい、東京水町の隣に隅田公園、めっちゃ広い。ここの東京水町のお店、テラスとかさあるし、外からでも買えるからさ、ワンちゃんとか連れてきてもめっちゃ良さそう。ここ大きい公園あるし、ピクニックになるね。そう、めっちゃいい、めちゃくちゃ広いです。そして目の前にスカイツリーある。今日ティティいたらよかったね。ね、ティティいたらよかった。私が行きたかったとこは定休日だったので、次のところに行きます。コブサラダ、うん、めっちゃ美味しい。うーん、今からスカイツリーに行きたいと思います。楽しみ。はい、今スカイツリーの真下に来ました。楽しみすぎる。久しぶりに来ましたね。東京ソラマチがあって、ここが東京スカイツリー。イエーイ、到着しました。はい、行きます。チケット買わない？
新しいイベントとかあったりして、新しいモニュメントのウィッシュリボンが今はあって、リボンに願い事を書いてここにつけるみたいな感じ。素敵ね。なのでスカイツリーは年中いつでも来ても楽しめるみたいな感じになってます。おー、こっち川がめっちゃ大きいね。今私たちここからこうやって歩いてきて、ここ隅田公園で、うん、水町でランチして、こうやって歩いてきて、これはい、めちゃくちゃいいね、1日かけて。で、今日のチケットはまたこの上にも行けるらしいので、ちょっとこの上に行きたいと思います。だからここやった出てる、すっごっ、ちょうどここの部分か。あー、そうだ、スカイツリーのあそこは散歩できるらしいね。これやばいね、下の円盤あるじゃん、それが丸い部分で、なんか、うわなってきました。めっちゃ綺麗、え、めっちゃ綺麗だね。うわうわ、東京タワー、ちっさ。あちらが東京タワーです。空が燃えてる、え、めっちゃ食べたい、チーズパンです。え、食べたい。って感じでまたぐるぐる回りたいと思います。歩いて雷門まで来ました。久しぶりの、やばい、東武浅草駅目の前に浅草東武ホテルがオープンしたそうなんですけど、ここからのアクセスもめちゃくちゃ近くて綺麗で、なので今度はこの辺に来るときは泊まってみたいなって思います。ここが観音通りです。ちょうどね、東武浅草駅が目の前にあります。今東武浅草駅の目の前にいるんですけど、これの本当にこうやって真正面がこの東武ホテルです。めっちゃ近くない？はい、こんな感じで今日一日スカイツリータウンエリアのお散歩 Vlog だったんですけど、今日は泊まらないんですけど、浅草東武ホテルはスカイツリー周辺のアクセスもすごいいいし、あと浅草寺までのアクセスもすごいいいので、次は泊まって2日間に分けてゆっくりお散歩とかできたらいいなと思います。いやー、結構ね歩いたのでかなり疲れたんですけど、帰りは東武鉄道に乗って歩いた時とちょっと違う景色を楽しみながら帰るのもすごいいいと思うので、帰りは東武鉄道も利用してみてください。はい、ではこんな感じで一日のお散歩 Vlog でした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。